時刻8時7分回りました。さあラジオ大阪春のお出かけスペシャル、今日の行き先は北海道と題しまして、今日は5つのワイド番組で北海道の魅力をたっぷりとご紹介していきます。先ほどは北海道でしか作られていない作物天才について生産農家の方にいろいろとお話を伺いましたよね。でこの時間はその、お医者さんがもう愛情たっぷりに作られた天才が天才糖という砂糖に変わるんです。これを加工している工場の職員さんにお話を伺っていきたいと思います。清水製糖工場の製品資材課の係長でいらっしゃいます山田和弘さんと電話がつながっています。山田さん、おはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さっき天才の話を聞かせてもらったんですけど、はい、そこからできるこの天才糖というのは、はい、一体どういうものなのか、まずは教えていただけますか。はい、天才糖なんですけれども、はい、先ほど紹介していただいたと思うんですけど、日本では北海道でしか、栽培されてない天才という作物から作られた、糖を、蜜をですね含んだお砂糖になってまして、はい、で色が茶色っぽい色をしてまして、普通のお砂糖と比べるとですね、粒が大きめなのが特徴です。はい、でその天才、これ原料の天才にもともと含まれている天然のミネラルと、美味しさを大切にして作られていまして、でビフィズス菌を増やすオリゴ糖ですねが、5% 以上含まれたお腹に嬉しいお砂糖になっております。私も実はもう長いこと使わせていただいてるんですけど、でも天才糖から、はいはい、天才から天才糖への作り方っていうのを知らなくって、はい、これはどうやって作ってるんですかね。はい、ですね、原料の天才を最初スティック状に切ってですね、はい、で天才を温水、お湯ですね、に浸して、糖分を抽出します。でまず糖液の中にまだ不純物が入ってますんで、はい、それらをろ過して、で今度煮詰めるんですよね。煮詰めることで、糖液の中に結晶ができてきますんで、はい、でそれの糖分の結晶と糖蜜というのを2つに分離させます。で糖分の結晶という方が一般的に砂糖といわれるグラニュー糖ですとか上白糖になって、はい、で糖蜜の方ですね、天才糖はこの糖蜜の方を使ってるんですけども、こちらを乾燥させて、天才糖を作っております。そうなんですね。はい、だから、グラニュー糖とか上白糖もこの天才からできると。そうですね、同じ原料から作ってます。でその糖蜜と呼ばれるのを乾燥させたのが天才。そうですね、はい、だから、はい、なんでしょう、これ蜜っていうぐらいだから、はい、あの甘さを作り出すんですかね。そうですね、この蜜の方に原料由来の先ほど言ったオリゴ糖ですとかミネラルっていうのが残ってまして、で、この成分が天才糖の特徴となっている優しい甘さを作り出しているんです。はい、天才糖作りって、はい、山田さんたちがこだわってらっしゃるとこっていうのはあるんですか。はい、やはり、そうです、こだわり、一番のこだわりとしてはですね、北連の天才糖というのは全て北海道産ということでございます。天才糖の原材料ですね、まずこちら先ほど言ってた原料の天才については北海道産 100% ですし、また製糖工場も北海道の十勝清水町というところにありまして、はい、で原料の収穫から最終的なお砂糖を作るまで全て北海道で行っております。もう天才が生まれたところから天才糖の完成品になるまで全てが北海道だと。そうですね、ということですよね。はい、でこれ完成した天才糖というのは、はい、どういったふうに使われているんですか。そうですね、天才糖って例えば毎日のお料理ですとか、はい、デザートなどです、いつものお砂糖と同じようにお使いいただけるんですけども、例えば、朝食でトーストを、作るときに、はい、北海道産のバターと天才糖を乗せて焼いていただいたりですね。あとはデザートでもヨーグルト、普通のプレーンのヨーグルトに天才糖をかけて食べていただける、シンプルな食べ方なんですけども、これもすごい、はい、美味しいと思います。うわ、私ヨーグルトに天才糖をかけたことはなかったです。あ、そうですか。そうか、そういう食べ方もできるんだ。そうですね、美味しそう。なんかお料理には、はい、
もう結構前から使わせていただいてて、あ、はい、さっきも話してましたよね、その優しい甘さっていうことなんですけど、はい、そこがすごい好きで、はい、なんだろうな、食べた後もその変に残らないあっさりとした甘さが、はい、すごい私は大好きで使ってるんですけど、今日ね、はい、せっかくですから天才糖で、はい、あのうちの今若き女性スタッフが、はい、お料理を一生懸命練習してるんですよ。あ、なので今日は、はい、だし巻き、はい、作ってもらったんです今、はい、これもあの皆さんがよくご存知のそのだし巻きなんですけれども、例えば、はい、卵2個にだし汁大さじ1杯、みりんを小さじ1杯、あと天才糖ここに大さじ1杯入れていただいて、薄口醤油小さじ1/2というレシピで作ってもらいました。はいはい、ちょっとすいません山田さん、ちょっと今食べても大丈夫ですか？はい、あ、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、もうね、卵焼き結構だし巻きって難しいですよね。そうですね、はい、うん、うん、美味しい。美味しいですか？美味しい。びっくりした顔してますけど、うちのスタッフが、なんだろうな、もちろん、普通のお砂糖使ってね作ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、なんかね、甘さがねすごく優しいんですよね。あ、ありがとうございます。天才糖使うと、はい、ここがすごい好きなんですけど、はい、まあ、もちろん山田さんも使ってらっしゃると思うんですが、そうですね、はい、山田さんがおすすめの、はい、例えば天才糖も普段通り使っていただいていいんですよってご紹介してるんですけど、はい、何かおすすめのレシピとかあります？そうですね、家でよく作ってもらってるのブリの照り焼きですね。はい、うんうんうん、まあ、通常の、まあ、お砂糖に比べて照りも増して美味しくいただけるかなと。はいはいはい。で、天才糖の使い方なんですけども、まあ、北連の、ホームページの方にですね、天才糖を使ったレシピたくさん載せていますので、うん、ぜひ検索してみていただければと思います。はい、ぜひ皆さん見てみてください。いろんなレシピが載っています。はい、なんか糖蜜をね、はい、その乾燥させて、はい、天才糖になるってさっきお話伺ったんですけど、はい、お砂糖自体もスーパーでも今売ってるんですけど、ちょっと茶色いんですよね。はい、そうですね、ね、はい、蜜っぽい色をしておりまして、まあ、蜜っていうぐらいだからあの照りが出るのかなとか思うけど、私もブリの照り焼きとか、はい、あと豚肉の生姜焼き、はい、とかにもよく使ったりしてます。あ、ありがとうございます。嬉しい。ぜひ皆さんの天才糖北連で検索をしてみていただきたいと思います。はい、お願いします。では最後になりますが、はい、関西のラジオを聞いてくださってる皆さんに、はい、山田さんの方から天才糖の PR をお願いします。あ、はい、北連の天才糖なんですけども、天然のミネラルと美味しさを大切にして作られた、お腹の中のビフィズス菌を増やすオリゴ糖が含まれたお腹に嬉しいお砂糖になっておりますので、ぜひですね、毎日のお料理ですとかデザートにいつものお砂糖と同じようにお使いいただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、この時間は清水製糖工場製品資材課の係長でいらっしゃいます山田和弘さんにお話を伺いました。はい、山田さん、今朝どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。